皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます、えー。神奈川県は川崎で開業しています、桜市会員の沢村です。前回、トゥルスウェアについてお話しました。 えー、復習になりますが、トゥースウェアとは、虫歯以外の原因で起こる歯の物理的、化学的伸縮、つまり歯が欠けたり溶けたりする疾患の総称です。えー、現在97%の人にトゥースウェアがあると言われており、えー、前回でもお話し,しましたけども、虫歯、歯周病に続く第三の歯科疾患として注目されているんです。 えー、原因とかです、ねあのー、症状の分類として、えー、4つぐらいありです、ね、そのうちの1つである酸性の、えー、飲食物や胃酸の逆流によって歯が溶ける酸、ね、色症というものについてお話ししました、えー、今回はあ残りの3つの原因、えー、症状についてお話しいたします えー、肛毛症、えー、毎日の、えー、食事やです、ねえー、歯ぎしり歯磨,き歯磨きなどによって歯っていうのはあ削れる損耗します、えー、肛毛はですね長年ですね長年にかけてですね上下の歯があ噛み合って脂質が歯がですね欠損することを言います、えー、肛毛はあ歯と歯が接触する部位であればどこでも生じます えー、生理的な範囲で,です、ねえー、起こる場合は問題はありませんけど肛門の進むスピードが速くなり、えー、病的に進んだ状態を肛門症と言うんです、えーまあ、肛門がです、ね、より進みやすくなるまあ原因としてはかっこえー、食事1週間、えー、長時間食べ物を噛む 硬、えー、い食べ物を好んで食べる、えー、噛む力が強すぎるということが挙げられます。B、えー、食事以外での噛みしめる習慣歯,ぎしり食いしばり歯の食いしばり TCH、えー、スポーツ選手がパフォーマンス時に強く噛みしめることなどが挙げられます。えー、C、えー、歯の耐久性不足 えー、歯質歯のね質質の,の形成不全やあ咬合のね障害があると歯の硬度が落ちてよりす、えー、り減りやすくなるんです。カッコ D 噛み合わせあの歯の先と切端で噛む、えー、切端咬合やあ歯がずれて噛む交差硬度が 交差交互がある場合歯を抜く場所によりですね歯を抜けっぱなしにしてその部位の歯を抜けっぱなしにして歯の本数が減ると残っている歯残存子に負担がかかり拷毛が進みます、まあ、症状としては一般的にあの長期間に渡り少しずつですねあの進むことが多いため、まあ、自覚症状がないことが多いです えー、拷毛がですね、エナメル質から増形質に達すると、冷水が染みる、知覚過敏症になります。重度に肛毛が進むと、神経までダメージを受けて、あの神経が、あの歯の神経にダメージを受けて、歯の神経が、あの、病気になる、ず液になったりですね、挙句は歯が割れる、まあ、破折ですね、破折したりします。そして、えー、 歯ごとにですね、相当な圧力が加わることによって、歯を支えている骨、歯槽骨の水平的な吸収が起こることもあります。また、歯と歯が噛み合った時の上下の顎の距離が、まあ、あの低くなったりして、入れ歯やあ被せ物が入るスペースが確保できなくなったり、あとですね、顎の筋肉痛や顎関節痛、えー、肛門によりですね、 歯が鋭利になったあところがところの歯で粘膜を損傷することがあります。ま、えー、に摩耗症肛、えー、毛症と同様に歯が徐々にすり減り、えー、欠損することなんですけども肛、えー、毛症と違うところは摩耗症はあー歯とですねあー何でしょうかね歯同士のね え、歯と歯同士の接触ではなくって、歯と歯以外の物質が機械的に摩擦することで生じます。まあ原因はですね、えー、歯ブラシなどを当てる力が強すぎるなど、多くの場合は不適切な歯磨きによって生じます。歯磨き以外の原因としてはですね、 入れ歯を出し入れする際、入れ歯の鍵、バネ、まあ、クラスプというものですがあー歯と、えー、接触すべてです、ね、摩耗が起こります、また習慣的に、えー、同一部位で物質、例えば水槽楽器、まあ、ラッパなどです、ね、や釘とかあの裁縫に使う糸をか、ね、み切る場所タバコのパイプなどを加える行為でも、えー、摩耗が起こって。えーま あの、魔毛部のね、その形っていうものは、加えた物質の症状と、あ症状や、物質の形状とも一緒になります。まあ、症状としては、えー、肛毛症と同じで、えー、初期の段階で、えー、自覚症状が出ることは稀なんです、えー。歯磨きのブラッシング圧が強い場合に起こる、えー、摩耗症は、歯と歯茎の境目、死刑部に起きやすく、くさび状欠損、 えー、ウエッジシェイプドディフェクト、まあ、略して WSD になりやすいんです、えー、くさび状欠損が、えー、進むと知覚過敏症になりさら、えー、に進むと虫歯と合併しやすくなり歯の神経、歯髄に感染が起きたり、まあ、これはあ肛門症の時と同じで、まあ、放置,し,放置し,続けるし続けると歯茎の境目根元から歯がポッキリ降りたりすることもあります。で丸 アブフラクション。えー、適切に訳されている日本語がなくって英語のまんまなんですけども、まあ、ブラキシズム等で歯ぎしりとか、歯にですね、力、まあ、荷重がかかると、歯茎と歯の境目、先物をお話しました。死刑部が V 字にかけるくさび状欠損が生じることがあります。このことをアブフラクションと言います。えー、対策、治療法としては、 対策についてはまずです、ね、原因が多岐にね渡っているためです、ねまあ、歯科医師とのカウンセリングを行いながらあ生活習慣との関連を、まあ、検証する必要があります、そしてです、ね、定期的なメンテナンス、チェックの中で管理していくことがです、ね、少しでも進行を止めるとか遅らせる手段として有効なのではないでしょうか。 まあ個別的には、硬毛症アブフラクションについてはブラキシズムの治療に用いるマウスピースナイトガードを使用して歯の保護をすることになります、えー、摩耗症についてはですね、えー、正しいブラッシング方法の指導とか入れ歯や生活習慣のチェックがね必要となります、えー、重症の場合は虫歯の治療に準じて詰め物をしたり、えー、歯の根の治療をね 含めたかぶせ物が必要となってきます。以上です。えー、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます、えー。ドーバックのモチベーションを維持するために皆さんの温かい応援、チャンネル登録の並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。